次の方どうぞ。よいしょ、アンポルゲです。まず、みくるさん恩返しに来ました。恩返し、恩返しに来ました。何ですか恩返しって。みどりさん、みどりさん、すだりを来てないですか。え、すだりを来てないですか。いや、呼んだんだけど、はい、ルキアと会ったら殺してしまいそうだって言ってて。あ、来てないですか結局、うん、あ、来てないですか。あ、そうなんや。まあ、俺がここで、したい主張っていうのは、まあ、みくるさんご存知か知らないですけど、僕ちょっとスダリオっていうあの格闘家と喧嘩しまして、うん、で、まあ、あいつ目的が分かんなくて、まあ、俺にこうすごい DM で絡んできてて、でそれに対して俺は電話をして、あの目的が何か、まあ、聞いたんですけど、まあ、それに答えずに、まあ、すごい粘着質な、まあ、120キロ超えたデブの格闘家で、めちゃくちゃ腹立ってるんで、まあ、自分よりちっちゃいやつをあいつは鶏だと思って全員舐めてるんですよ。で俺はそれを許せなくて、だからまあ、俺義理人情がないというふうに、まあ、ここ最近朝倉未来さんのことで炎上したんですけど、まあ、ここでちょっとスダリオとブレイキングダウンでやらせてもらって、まあ、個人的には恩返しもさせてもらいたいなと思ってるんで、スダリオをぜひここに呼んでもらえないですか、ブレイキングダウンの舞台に。なんか聞いてないですけど、これ何なんですか。これも聞いてなかったんですか。だいぶ体重差あるよね。体重差あるし、これいや、もう体重差あるんですけど、まあ、多分50キロぐらいあるんですけど、まあ、俺はアビディ選手もやってますし、まあ、それもそうやし、まあ、何よりこの自分よりちっちゃいやつに対して、まあ、自分が体でかくて強いだけで、この舐めた態度が俺ほんまに許せないんで、だから、まあ、あいつは自分よりちっちゃいやつも全員ニワトリ入れてるんですけど、まあ、ニワトリの中でも、まあ、こんだけ根性あるニワトリもおるぞと、はい、だからニワトリが豚を芝居だろうかなと思ってるんで。でもこれそもそもやるんですか相手。だからここに呼んでほしいです。もう逃げれない状態にしてほしいです。俺は MMA では勝てると思ってないんで、だからブレイキングダウンの1分の殴り合いで、もう3ラウンドでもいいですし、別に5ラウンドでもいいし、どっちが倒れるまでやってもいいです。MMA で？はい。MMA で？ MMA ではやらないです。どういうこと？それまず受けるんかな、相手がキックボクシングルールっていうので。まあ、それでね。いや、それで受けなかったら受けないでいいですよ。もうあいつから喧嘩打って粘着質、粘着的にずっとやってきてるんで、まあ、それで受けへんのやったら、もうそれまでの脅かし、じゃあお前何がしたかったんって話だし。まあ、俺からしたらお前あいつ目的何って話なんで、うん、まあ、その主張をここでさせてもらいたくて来ました。つまりブレイキングダウンの舞台で、はい、スダリオと戦うことが朝倉未来への義理人情の果たし方っていうことで来たと。どういうことなんですか。そういうことです。ペーパービュー売ります。いろいろずれてないですか。ペーパービュー売れますよ。あ、確かに、うん、まあでも試合もし決まるんだったらめちゃめちゃ面白いですね。それでも俺別に知り合いじゃないんでね、スダリオ選手。まあ、でもブレイキングダウン招待してたじゃないですか。いや俺招待したことないですか。あ、しないですか。招待して、あれ誰が招待した、まあ、誰かが騙したんですよ。でして、であいつは水口さんが招待したのに、なんか俺が挨拶行かないとか。そうそう、朝倉未来の舞台に行ったのにあいつは挨拶もしてこなかったっつって。そもそも未来さんからしたらお前誰やし、いや俺は勘違いすんな、豚が。CEO として挨拶すべきだったんじゃないかなって思ってます。いや俺板橋から知らなかったんだよ。はい、まあ、それが僕の知らなかったからね。確かに一応フォローしておくと、来場者が誰かとか知らないからさ、はい、俺たちお互いで呼んでる人たちが全然知らないからさ。そう、あ、来てないんですね今日。俺来てると思ってましたっけ。別に繋がりもないんで、ああ呼んでって言われても、何、榊原社長に頼むってことですか。いやでもこの間電話したから、もしあれだったら電話してみたら。あ、今、うん、この間電話した、ね、今オーディション中なんだけどって。試合出ないっていう、そんな面白いことある。一応オーディション中っていうのは彼に言ってあげてもいいかも。一応言っとくと、本当にプロレスじゃなくて、俺マジでプロレスじゃないです。本当に喧嘩してるんですよ。俺ほんまにやりたいです、あいつと。ガチで喧嘩していて、スダリオ君からも連絡来て、アンポを殺したいんですけどどうすればいいですかって相談が俺のところに来る。ギャラ払えばスダリオ出てくるよ。お、衛生さん、アシストしてもらっていいですか。衛生さん、ちょっと出てくるよ。衛生さん、あ、衛生さんお願いします。あ、スダリオのところの会長さん。お金払えばスダリオ出てくる。で出ます、ブレイキングダウン出てくれます。全然出る。お願いですか。でもしギャラなかったら全然ジムはドア閉めて2人行かして、それでもいいし、俺も好きし、試合したいんでしょ。スタリオと試合したい、面白いと思う。もしこれ本当に事前の想定してた展開じゃないからさ。つまり遠征さんから電話してもらったらいいじゃないですか。確かに遠征さん今お願いしてもいいですか。
今でしょ、ギャラの話になっちゃうんですよ。ルキアから電話しても出ない可能性が高いから、ギャラの話ってお金がいくらだとあんだっけ話になっちゃう。それはそれで、あのまたどっかでするんで。いやもう話しましたよ、そういう話です。それがもしスタリオが決まなかったら、エンセンさん、エンセン井上 VS アンポルキアどうですか。いや俺はあのこういうカメラの前にしない。やるんだったらうちの部屋でいいです。切られましたね。切られた、切られましたね。電話切られた、はい。エンセンさんが電話してもらえます。エンセンさん、小心者の豚が。あいつ度胸ないね、マジで。テレビ言うだって。まあ、あの不器用かもしれないですけど、ルキアの恩返し、恩返しじゃないですけど、義理人情、小屋の人分かったってほしいです。不器用なんですね。スピーカーで話してもらえると。スピーカーいけます。スピーカー今アンポ隣にいるんだけど、スピーカーにいますね。今ブレーキダウンの前にいるんですけど、それが言ったらギャラがちゃんと払えば出ることになる。